ただいま紹介に預かりました、埼玉市役所経済政策課の東海林と申します。ここからは本市の SDGs 認証制度についてご説明いたします。まずはじめに SDGs 企業認証制度の概要についてご説明いたします。こちらは昨年度に国が示した地方創生 SDGs 宣言登録認証制度モデルに基づいた埼玉県及び埼玉市の制度を示した表となります。埼玉市では SDGs 3階層モデルに倣い、この表のような区分で SDGs の普及、啓発を行っており、左から右に行くにつれ、SDGs の高度化に向けたメニューとなっており、支援メニューも充実させております。埼玉市では宣言認証を、埼玉県では登録に当たる部分を実施しております。宣言制度については、企業や団体が SDGs にまずは取り組んでもらうことを目的としており、SDGs の取り組みの裾野を広げるために実施しております。登録認証制度については、SDGs に取り組んでいること、取り組んでいる事業者を登録認証する制度ですが、主な違いとしては、埼玉県の登録制度は NPO や大学等も対象に含まれるのに対し、埼玉市の認証制度は経済活動の主たる担い手である企業や個人事業主、中小企業組合等に、等に限定していること、認証制度は第三者機関による認証審査があること、支援機会の拡大のため SDGs コミュニティによる取り組み進化支援や SDGs 経営のコンサルティング等、より手厚い支援を実施することが違いとなっております。取り組み状況に応じて階層がされていますが、宣言から登録、認証へと企業や団体の取り組み状況に合わせて、より上位の階層にステップアップしていっていただけると良いと思っております。なお、認証申請をいただくと、さいたま市 CSSDGs パートナーズにおける共同宣言したこととする内容とさせていただいております。ここからは経済局が実施している埼玉市 SDGs 企業認証制度の説明となります。本認証制度は SDGs チェックリストに基づいた自己診断および、設定した目標を第三者機関が審査し、埼玉市が認証するもので、認証企業を継続的に支援する制度となっております。認証対象は埼玉市内に本店、本社、事業者等を有する企業、個人事業主、中小企業組合等により、認証期間は約5年で、1年ごとに取り組み内容の報告、5年経過ごとに更新の手続きが必要となります。今年度については、第2回の募集期間であります。赤枠内の SDGs チェックリスト及び埼玉市 SDGs 推進マニュアルについては、後ほど説明いたします。続きまして、認証取得の主なメリットとして6点ございます。1点目が企業 PR 支援となっております。市ホームページや SNS 等を通じて、認証企業の概要及び各企業における SDGs 取り組みを紹介いたします。さらに各認証企業に取材、または聞き取りを行った上で、認証企業の SDGs 取り組み事例集を作成する予定となっております。続きまして、2点目について、コミュニティへの参加です。昨年度は2回オンラインで実施させていただきました。今年度はすでに1回実施したさせていただきまして、11月と2月に残り2回を実施する予定となっております。内容については、SDGs の知識を身につける講座や、各社の取り組み内容を共有など、毎年内容を検討して SDGs 経営に役立つものを実施していく予定となっております。続きまして、3点目が保社別の支援となっております。各認証企業からの要望に応じて SDGs 経営に関する専門家派遣やオンライン面談による各企業の課題解決支援を実施しています。続きまして、4点目が金融支援となっております。通常の本市制度融資と比べて金利面で好条件となる制度融資を認証企業に対する金融支援として実施させていただいております。次に5点目として、市発注の建設工事及び業務委託、例えば
建物管理、清掃、警備の一部について、市が実施する競争入札、参加資格に関する発注者別評価項目の加点対象となります。続きまして6点目のメリットとして、今年度は SDGs 認証企業に向けた面接会を実施しました。20社の認証企業と70人程度の求職者にも参加いただきました。今後もさらに支援策の拡充を検討しております。以上が認証取得の主なメリットについてのご説明になります。続きまして、SDGs チェックリストについてご説明いたします。SDGs チェックリストとは、企業が日々の経営活動や経営課題が SDGs の達成につながっているという気づきを得るとともに、企業の自律的な SDGs の取り組みを後押しすることを目的に、本市が SDGs17 のゴールや国によって示されているガイドラインをもとに作成したものです。チェックリストは、マスト、ベーシック、チャレンジの3階層から構成されており、それぞれチェック項目形式、または記入シート形式となっております。チェックリストを活用することで、自社における SDGs の今の取り組み状況を把握、整理することができるとともに、今後の目標設定まで網羅的に実施することができます。まず、マスト SDGs についての説明になります。マスト SDGs は、さいたま市が SDGs 企業認証を行うにあたり、マストと考える項目、つまり絶対に欠かせない必須項目として10項目を設定しております。すべての項目に該当することが認証の要件となります。こちらにマスト SDGs のチェック項目の一部を示しております。法人市民税、個人市民税について現在滞納していない、対象となるすべての従業員について労働保険及び社会保険に加入しているといった企業が経営活動を行う上での必須項目をチェック項目として列挙するとともに、隣の列に解説または事例をこちらに記載させていただいております。チェックリストについては市ホームページ上で公開されております。続いて、ベーシック SDGs になります。ベーシック SDGs では、企業における SDGs の取り組みの中でも、規模や業種に関わらず、取り組めるもの、つまり原則として、どの企業でも実践できる SDGs の取り組みを95のチェック項目として列挙しています。認証要件については、95のチェック項目のうち 50%、48項目以上該当することが要件となります。なお、記入時点で自社に該当しない項目がある場合については、今後、該当する場合に対応することや配慮することとしている場合にはチェックしていただくことが可能となります。例えば、ベーシック SDGs の41番には、地域の特定外来生物の侵入に対するリスク対策活動に参加しているという項目がありますが、自社の事業に特定外来生物が関わらないのであれば、将来的に必要となった場合に対応するということがチェックをつけることが可能です。現状、対応が可能なので、将来的に実施を考えているということではチェックにはなりませんので、ご注意ください。最後に、チャレンジ SDGs になります。チャレンジ SDGs は各企業が掲げるオリジナルの SDGs 目標を記載するものとなります。チャレンジ SDGs は所定のシートに自社の目標等を記載する形となります。チャレンジ SDGs には、主に2つの認証要件があります。まず、要件1として、5年後を見据えた SDGs 目標を3つ以上記載するとともに、各目標において KPI を設定します。設定する目標タイプとしては、タイプ1、先ほどのベーシック SDGs でチェックがつかなかった項目に取り組むという目標、タイプ2、ベーシック SDGs チェックリストでチェックがついた項目をさらに向上させるという目標を、タイプ3、自社で考える SDGs の目標達成に向けたオリジナルの目標という分類をしています。その中で少なくとも1つ以上はタイプ3の目標を設定していただければと思います。また、記載方法についていくつか留意点がありますのでご説明いたします。まず目標にはタイプ1、タイプ3などそれぞれどのタイプの目標か、タイプ1、タイプ2の目標を設定した場合には、ベーシック SDGs の何番の取り組みに該当するかを記載していただければと思います。次に、目標達成期限については、認証期間が4年後、
4年後3月末としておりますので、原則的に認証期間の末と同じとなります。例えば、今年度中の申請であれば、令和9年3月となります。KPI の設定につきましては、定量的な数値を報告いただく、年度ごとにご報告をいただくこととしておりますので、年度ごとの目標値及び現状値を記載していただければと思います。そして、要件2として、要件1で設定したタイプ3のオリジナルの目標について、市が設定する6つの評価項目における自己評価及び理由を記載します。6つの評価項目は、具体的にはアウトサイドイン、本業の活用、地域貢献度、誰一人取り残さない、パートナーシップ、統合性ですが、このうち少なくとも3つ以上の評価項目に該当する目標を立てていただく必要があります。また、黄色の塗りつぶしの部分は1つ以上記載が必要となります。チャレンジ SDGs の必須事項を中心にご説明いたしましたが、記載の仕方については最後に説明しますマニュアルに詳しく掲載しておりますので、そちらをご参考にしていただければと思います。以上、チェックリストおよびその認証要件についてのご説明でした。続きまして、チェックリスト記入の上の注意点をお知らせいたします。まずは、ベーシック SDGs となります。こちらは、取り組み記入欄の上のように、空欄のまま提出される企業様が目立ちます。Excel 表のコメントにも記入させていただいておりますが、記入欄には事例にあるもので実施しているものは数字を、事例にはないけれども、取り組んでいる内容がある場合は、取り組んでいる内容を言葉で記入の上、ご説明、ご提出いただければと思います。続いて、チャレンジ SDGs のチェックリストの注意点です。チャレンジ SDGs の記入においては、企業様における、マテリアリティ、いわゆる重要課題の設定が最も重要となります。なぜならば、SDGs のゴールは17個あり、すべてのゴールに貢献することは難しいからです。マテリアリティの設定をすることで、どのような企業文化があり、どんな強み、弱みを持っているかが分かれば、これから先どう歩んでいくべきなのか、企業としての方向性を見直す機会となり、企業としての特徴を再確認することができます。しかしながら、どのような取り組みを行うかという内容を先に組み立てている企業様が多く、目標、取り組み内容がブレた内容となってしまった申請書で提出されることも多いです。ここに示した図は、私がサンプルで、失礼いたしました。示させていただいた図は、私がサンプルで作成したものですが、よくある間違いを参考に作成したものを抜粋しております。注意していただきたいことは3点あります。まず1つ目が、目標の欄に取り組み内容を書かれていることが多いところです。目標には具体的な数値や取り組みではなく、どういう社会状況にしていきたいのか、どういう価値提供をしていきたいのか、どういう企業になりたいのか、といった企業としての目標を記載していただきたいです。具体的には、社員が生き生きと働ける企業にする、地球温暖化などの環境に配慮した企業を目指すなどが考えられます。2つ目の部分につきましては、取り組み内容が具体的に記入されているかどうかです。この場合ですと、どのように容器を開発し、それがどう SDGs の取り組みにつながるのかがわからない部分があります。いつ、どのようにして、何をどうするということを意識して、具体的に記入いただきたいです。3つ目が KPI の目標の立て方についてです。今回の例では、環境に優しい容器の作成と売り上げを上げることの結びつきがわからない、わかりづらいところです。例えば、新しい容器の割合を売り上げの何パーセントにするなど、SDGs の目標、取り組みとつながるように立てていただければと思います。こちらが先ほどの例示を修正したものとなります。見ていただくと分かるように、目標の部分がどういう状態、どういう企業を目指しているのか、それに向けての具体的な取り組み内容、目標管理の指標と取り組み内容が具体的に分かるようになったかと思います。また、KPI については、なるべく定量で測れる数値での記入をお願いしておりますが、難しい場合につきましては、図のように定性的な文言として、記入いただいても大丈夫です。また、下に推奨する目標として記載しておりますが、さいたま市では寄付活動等の、慈善活動ではなく、
社会貢献性の高い商品、サービスの開発、販売など、ビジネスによる社会課題解決ができるソーシャルビジネスと呼ばれる事業性を持った取り組みを推奨しております。理由は3点あります。1つ目として、資源の枯渇によって優先的にコストカットの対象となる慈善活動に比べ、利益を出すことが継続性につながるからです。2つ目について、事業の発展が会社の売上につながり、貢献した社員の待遇を良くするなど、公益性につながるからです。3つ目は、自社の資源を最大限に利用しようと努力するため、課題に対し適正な技術を開発することで、従前よりも効率の良い課題解決方法が発見されるなど、イノベーションを持った取り組みを実施できる可能性があるからです。こちらの推奨する目標については、最後に紹介するマニュアルの75ページに掲載させていただいておりますので、目標設定の前にご確認いただき、慈善活動だけに目を向けるのではなく、事業性を伴う挑戦的な目標設定をご検討ください。最後に、チャレンジ SDGs の自己評価についての注意点です。こちらは先ほどの目標から作成した自己評価になります。Excel シートには書いてあるのですが、この自己評価はタイプ3の目標に対する自己評価です。企業としての取り組み自体の自己評価ではないのでご注意ください。今回の例で申し上げると、上の2つは環境に配慮した企業になるという目標から実施できておりますが、3つ目の地域貢献度は目標と関係ない評価となっております。あくまでタイプ3に対する自己評価となりますので、自社として当てはまっているかどうかではありませんのでご注意ください。以上がチェックリスト記入の上での注意点となります。次に申請から認証までのおさらいをさせていただきます。申請から認証までのおさらいとなります。ステップ1は自社の SDGs 取り組み状況の自己判断です。先ほど説明したマストおよびベーシック SDGs のチェックリストに基づき自己診断をしてください。次にステップ2の目標設定となります。チャレンジ SDGs のチェックシートを活用して自社の SDGs 目標を設定し、その目標に関する KPI の設定および自己評価を行ってください。続きまして、ステップ3、審査会による認証審査となります。マスト、ベーシック、チャレンジ SDGs の自己診断結果について、市の付属機関であるさいたま市 SDGs 企業認証審査会にて、専門家らによる審査を行います。最後に、ステップ4として、審査終了後、結果を個別に通知いたします。コロナの状況にもよりますが、認証式も実施する予定です。第1回目は、認証式を実施させていただきました。そして、こちらに令和4年度の認証スケジュール予定を示しております。第2回募集は11月18日までとなっておりますので、今年度最後の募集となります。また、審査会を得て認証の決定の可否につきましては、12月下旬頃、認証式の実施は1月中旬、下旬頃を予定しております。以上が申請から認証までの流れとなっております。最後に推進マニュアルについてご説明いたします。マニュアルについては、企業が SDGs に取り組むための教科書及び埼玉市 SDGs 認証企業制度に応募する企業の手引きとして活用することができます。マニュアルの構成概要を表に示させていただいております。本市の認証制度やチェックリストの説明を盛り込んでいるほか、青枠内に示す通り、企業が SDGs 経営を推進するためのステップを時系列で分かりやすく解説したり、目標の立て方について様々なものを記載しておりますので、ぜひご確認ください。マニュアルについては市のホームページ上で公開しております。説明は以上となります。記載方法についての個別のご相談などは、本説明会以外でもオンラインや個別訪問を実施し対応させていただいておりますので、お気軽に経済政策課までお問い合わせください。長時間にわたりご清聴ありがとうございました。